いやいやいや、何何、いやいや、もう今日走るんですからお願いします本当に。またやんのこれ。いやいや、だって感動っていうことですから。もう4回目だよ今年。もうやりようがないでしょ、こう茶番を。いやいや、茶番はもうやらないです今年は。え、今年やらないです茶番は。まあエチオピアいるから、まあ、ペースメーカーいますから。大丈夫？大丈夫？はい、またなんかあるでしょ？なんもないです。茶番が。茶番しないです。だって茶番が多すぎて、もうタカさんのそのなんていうんですか、感動を伝わりきれてないって言って俺にちょっと怒られてるんで、今回はもう本当にちゃんと石橋さんゴールしてくれと。今まで1回もゴール見てないっていう声が多いので。4回目だからね。はい、ええ、もう去年はラブホテル行くし。ええ、お前何やってんだよ。その前は谷村さんと加山さんが揉めるし、ごめんなさい、ごめんなさい。その前は車で帰ってきました。あまりにも遠すぎて間に合わないっていう。いや、だでこっから両国まで行くわけねえじゃん。いや、そおい、どこ行くの、高さん、どこ行くのよ。だから今年は本当これもう見ての通り、もう浅草ですから、はい、ちゃんと走れば、はい、9時には着きますから。ほう、その代わり石橋さんちゃんとノーチャバンでお願いしますよ。ノーチャバンね。はい、ゴールは目の前ですし、感動を届けましょう、ええ、明日の配信のために今日撮ろうという。なるほど、はい、これから本家は、本家は、ええ、明日のために今つながろうです、ええ、明日の配信のために今日撮ろうと。今日撮ろうと。撮って出しと。撮って出しと。こっちは撮って出しだと。撮って出しだと、ええ、いや、行きますか。じゃあもう石橋さん、お茶番で。じゃあと、きっちり時間通りね。はい、時間通りだぞ。はい、よっしゃ。いい具合にゴールしてくれよ。はい、頼むぞ。はい、じゃあ行きます。今年も24分マラソン、はい、石橋さん、はい、スタートです。はい、はい、頑張れ。はい、頑張れよ。やればできんだからね。さあ頑張ってよ。おお、スカイツリー、すごい、すごいな、でかい、でかい。はい、頑張って。よっしゃ。はい。はい、行って行って。気合だよ、気合。気合、気合。はい、気合、気合。あんた進行待ちじゃねえ。コース取りが悪いな、はい、お前は。はい、みんな、はい、タ。タカ。タカ。はい。高木が足りない、たか、たか、たか、高木が足りない、たテンポが悪いよ。エチオピアしっかりして、いけるよ、さあ行けよ、さあ行くよ。だからよ、あそこからこうやって行け。全部信号使わねえ。何してんだエチオピア。そう、あそこからこう行けばいいじゃん、話じゃねえかよ。どうしたんだよ。そうでしょ、あそこからしっかりね、ペース、はい、エンジョイランニング、エンジョイランニング、エンジョイランニング、エンジョイベースボールじゃなくて。慶応の先輩、慶応の監督言ってたよ、エンジョイマラソンよ、エンジョイマラソン、エンジョイマラソンよ、エンジョイマラソン、エンジョイ、エンジョイ。しっかりして、しっかり、しっかりしてよエチオピア。最後、最後、はい、隅田川、はい、はい、頑張ろう、今年はゴールよ。絶対ゴールするからな。よいしょ。はい、桃が大好き、たかちゃん。はい。桃が大好き、たかちゃん。はい。梨も大好き、たかちゃん。はい。梨も大好き、たかちゃん。頑張っていこうよ。大好きなんだからね。またこれやってんの、これ。
もうすぐ出てくるでしょ、また大好きなんだからね。大谷、吉田に、高ちゃん、はい、大谷、吉田に、高ちゃん、それは、はい、餃子は皮から、高ちゃん、はい、餃子は皮から、高ちゃん、はじめちょろちょろ中高ちゃん、はい、はじめちょろちょろ中高ちゃん、いいよ、頑張ろう、間に合うよ。綺麗だ綺麗だ、やればできんだよな。はい、パリがお似合いだ母ちゃん、はい、パリがお似合いだ母ちゃん、はい、希望と夢もだ母ちゃん、はい、希望と夢もだ母ちゃん、はい、入って、はい、いい国作ろう、タカちゃん、はい、いい国作ろう、タカちゃん、はい、もうすぐよ、もうすぐ、そろそろ現れじゃないの、綺麗な女の子が。そんなのいないですよ。え、本家だってそういうことしてないし、茶番が入るんじゃないの。感動よ、感動、感動、感動与えよう、感動。一姫二太郎たかちゃん、はい、一姫二太郎たかちゃん、どうぞ。隅田川だよたかちゃん、はい、隅田川だよたかちゃん、はい、感動よ、感動、感動お願いよ、見せて、60過ぎても感動与えるって見せて、全国民に。たたかたかたか、気が足りない、たかたかたか、気が足りない、いやもちゃもちゃ、え、頑張って、お邪魔よ、たたかたかたか、吐きが足りない、たかたかたか、吐きが足りない、たたかたかたか、吐きが足りない、たかたかたか、吐きが足りない、いやー、はい、バッタイ、あー、エチオピア、もうちょいもうちょい、ペースダウンペースダウン、ちょっと待って、あ、着いたじゃん、あ、エチオピア着いたじゃん、どこがゴール、エチオピア、どこがゴール、どこが着いたじゃん、誰か待ってないの、ゴール、テープはテープ、汗かいてんじゃねえよ、やばい、これやばいよ、何一人一倍汗かいてん、やばい、何やってんの、ちょっと高さんのゴール撮るんで、ちょっともう貸してきてもらっていいですか、はぁ、ゴール受けのカメラが少ないんで、ちょっとあっちからゴールだけ撮らせてください、もう両国そこなんで、これゴールなの、ゴールです、両国それです、ナイスゴールです、映いちゃったじゃん、そうですね、ペース早かったですね、ペースメーカーに行ってくれよ、お前なんで速いの、ちょっとめちゃくちゃ速いぞこれ、これゴールを撮るの、ちょっとゴール取らせてもらっていいですか、おうおう、ゴールってちょっと感動気味でお願いします、感動して感じを、はい、ゴールやったー、すごいな、できるじゃないですか、高さん、やったよ、ナイスゴール、ナイスゴール、
ナイスゴール。いや感動してるわ。感動しました。ナイスゴール。両国総領です。早かったな、タンさん。これがゴールだ。ゴールです。これでいいの？はい。だってちゃんと走ったから時間通りだし、向こうもちょうどゴールしてるあたりだからちょうどいいかもしれない。ナイスゴールかもしれない。茶番でし、感動もねえじゃんこれじゃん。いや感動は見るものが勝手に感じるものだから、茶番はだって今年はノー茶番でやるって決めたんで、茶番やるとまたいろいろなこと起きるから、茶番多いぞみたいな。何一人で汗かいて、何一人で。いやいや俺いいですから。めっちゃ走ったら結構あったんじゃない。 1.5 キロ、はい、1.5 ぐらい、 1.5 ぐらい。高さんありがとうございます。どうするの。いやどうするって、いやナイスランだなって。いやナイスランじゃなくて、いやいや走ったことをただ伝えたい。茶番もなければ何もないじゃん。茶番欲しかったんですかって。これ納得するだって見てる人が。いやだって普通に走って本家だって走って終わりじゃないですか。これ感動あるじゃん。じゃ24時間走ったっていう。ちょっと戻ります。もう一回戻って入ってきます。そういうことじゃないよ。ちょっと早かったなお前でもペース。すいません、雄三でな。え雄三は、雄三がいるわ。雄三はいるはずだったの。雄三ちょっと俺ら早く着きすぎてんだよな。コメントだけ来てるから読みますわ。ああコメント、すいませんすいません、もう一回ちょっとコメントだけ読ませてください。高さん今年もご苦労様です。毎年高さんが完走する姿に勇気もらってます。頑張ってください。話は変わりますが、結局オールナイターズって何人に手を出したんでしたっけ。もしよければ指で数だけお願いします。バカか、矢作健さんよりいただきます。バカかいないんですね、はい。高木さん今年もまた24分マラソンにチャレンジするんですね。もう本家に変わってこちらが夏の風物詩ですよ。今ハワイにいまして、ハワイのサムも一生懸命チャレンジする、そんな高木さんをまたハワイでアテンドしたい。マラソン終わったらハワイに帰ってきてください。またキャンプ行きましょうと言ってます。カンニング竹山さんよりいただきました。もう一人来てます、はい、感動します。高さん走ってる、高さんスーパースターな先輩が挑み続ける勇士に、こちとらペーペーな後輩はタカさんに心の底からぺっこり深々180度ズン飯尾さんよりいただきました。年を重ねても歩みを止めず常に前進を続けるタカさんが素敵です。その背中を追いかけ続けます。優しいタカさんが大好きです。提供魂杉谷健二さんよりいただきました。まだありますよ。お久しぶりです。24分この暑い中走るのは大変だと思いますが、頑張って走り切ってください。しっかり水分補給はしてくださいね。応援してます。誰のがね、明美ちゃんよりいただきますゴルフの前日は お酒を控えてください。朝起きてこないと死んだと思って心配です。頑張れたらさ、魂ゴルフ松本さんよりいただきました。いやこんないっぱいの人にね、はい、皆さんもらって、いやちょっと早かったけど15分で着きました。これ今年なんかあるのか。これ何ですか。感動もなければ笑いもない。お前ちょっと早かったぞ。でも問題あったぞ。ちょっと問題はあったぞ。はい、どうするのこれ。ちょっと雄三待ちます。雄三待ち、ちょっと早すぎましたもん。だって雄三待ちどこで、どうします、何時行くのやつは。雄三9時過ぎです。でも走ったことは事実でした。まあね、この汗を見れば、はい、うわ感動してる人はしてると思います。これは雄三待ちしかないでしょ。感動もなきゃ茶番もないし、茶番は今年はちょっと入れないで。ちょっと早いよペースお前。はい、なんであんな早いの。やっぱ今世界陸上ちょっとうるさいんだよお前ちょっと待ちます。待ちましょう。すいません、なんかおめえじ
じゃねえかよ。いやちょっと押して早かったんでしょうがない。もうちょい待ってくださいよ。だったら茶番入れるとか。いやだって茶番入れたら入れるでみんな真面目にやれとか言うから、今回何もなくてもでちゃんと走れ。雄三いねえし。ちょっとエッチ何をやってんだよ。いやそんな怒んないでよ高さん。女もう夏の終わりにもう4回もやって。いや4回分かるだろうが。何をで茶番入れて笑いに走るとか。いやいや僕今年はいいかなと思って真面目に真面目にやったってちゃんといねえし。もうちょっと待ってください。雄三来るんでそしたら撮り直しできるから。ダメダメもう。もうダメ。もう俺からバスケット見なきゃいけないから。いやそんなこと言わない。トム・ホーバス応援しなきゃいけないんだから。いやいやちょっともうちょっと。ダメバスケット見たいんだから。いいじゃないもうあと10分ぐらいで来るって言ってんだから。いいからもうあなたもう。おかしいじゃんもう。あなたがちゃんとやんないからでしょ。おかしいじゃん宮島さん行っちゃダメだぜ。タカ石橋。行って。おい。うわあ、これ。なんだあれ。自分のチャンネルだろうな。あ、本当帰ってんだぞ。こういうああいう時。だからやらんだよ俺。全部俺のせいにしてさ。もう言うぞ買いそうだな。本当に。30分早いもんゴール。いやーおいねえ元気だったか。去年俺ちょっと来れなかったけど、なんか代わりに同級生が活躍したんだってところで石橋君は今年は調子いいのかい。あ、調子良かったですね。あーそう、いやー良かった。いつもなんかねあんまりこう良くないからさ、今年はゴールが見たいからね。さすがにさ、今までずっと見てこれなかったもんだからさ。そうですね。あ、そういえば塾校がさ優勝したんだよ。塾校って何ですか。塾校って知らないのかい。何ですか。慶応塾高校だよ。甲子園で加山さんの。そうだよ、僕の母校のさ。いや良かったね。それはテンション上がりましたね。いやテンション上がるよ、はい、もう107年ぶりだってさ。塾高がねまだ甲子園がなかった頃が優勝したの。ああそうなんだ。うん、本当に塾高が優勝して僕は幸せだな。良かったですね。良かったです。いや良かったよ、うん、いやあとはもう石橋君のゴールさえ見れれば僕はもう十分だな。丸田君の先頭打者ホームランすごかったろ。いや丸田君、丸田君のあのあれなんだライトスタンドか、あのすごいホームラン先頭打者で打ってんだよ。すげえだろ、あれはすごいよ。いやちょっとね加山さん、うん、あの今年言いにくいんですけど、うん、はいはい、ちょっとあの石橋さんなんですけど、うん、いやそれより塾高がさ107年ぶりの優勝したっていうのはさすごいことなんだよ。107年前って何が起きたか知ってるかい。いや107年前俺まだ全然何も。107年前って言ったらあの坊ちゃんの夏目漱石がさ死んだ年なんだよ。ああもうそんな時に優勝してさ、今年までずっと優勝してこなくて、で僕が生きてるうちに優勝してくれたんだからもう本当ありがたいよ。ちょっとね加山さんあの、うん、今年言いにくいですけど、慶応慶応陸の王者慶応。ちょっと石橋さんなんですけど、いやその前にさ塾高がね、いやいや塾高が優勝したのが107年ぶりなんだよ。いや分かりました、分かりました。107年前って言ったらさアインシュタインの相対性理論ができた年だよ。いやいやもうそれはもうちょっとわからない。知ってるか相対性理論。相対性理論はちょっとわかんないです。なんかいや分かりました、うん、でもちょっとあの加山さん今年言わなきゃいけないことな。いやいやなんだい、うん、ちょっと石橋さんなんですけど、うん、ちょっと本当に言いにくいんですけど加山さん、あの今年、うん、この24分マラソン、うん、もうゴールしちゃったんですよ。なんでだよ、おかしいだろう。いや僕もおかしいなと思ったんですけど。え、だって24分間でゴールできるのかい。いやもう いつもしてないじゃないかゴール。いやすごい早く着いたんですよ今年。11分か13分ぐらいでゴールしちゃったんですよね。なんでだよ、だっていつもあと5分で来ねえ来ねえとか言ってやってたじゃないか。そんなんおかしいだろう。だってサライとセットで感動を生んで終わるのがこの番組の掟じゃないか。そうです、そうです。
だからちょっと石橋さんちょっと帰っちゃったんですよ。ゴールして待って帰った、もう帰りました。いや待てよ、そこ取り直すした方がいいだろう。だっていや取り直しとかもそんなこの時代できないじゃないですか、リアルに伝えないと。いやいやそんなことないだろう、別に取り直したっていいだろう。そうなんだよそれ。ちょっとごめんなさい、ほんとサライだけ最後。冗談じゃないよ、なんで俺一人でそんな人前では僕は歌わないことになってんだよ。そうなんですか。コンサートは引退したって俺言ったんだから。いやもうでもちょっと特別に今日来てやったのに、なんで石橋君帰ったって。いやでもそれはちょっと早すぎた。冗談じゃないよ本当。何やってんだよ。すいません本当、まあ、じゃあしょうがない、サライ歌ってやるから。じゃあ俺すいません、じゃあちょっとそこだけください。はい、はい、すいません。じゃあゴールした、はい、はい、サライスタート。遠い夢捨てきれずに、ふるさとを捨てた。穏やかな春の日差しが揺れる小さな駅、別れより悲しみより、憧れは強く、寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち、動き始めた汽車の窓辺を、流れてゆく景色だけをじっと見ていた。桜吹雪のサライの空は、軽揚軽揚陸の王者軽揚。うるせえなお前、何すんだよ。ずっと立てんじゃねえよお前。おいバカが。いやおいビンタ何すんだよ。二度と来んなお前もう。なんだビンタこそ今ダメだろ。後半ずっとつまんねえよお前。二度と来んなお前。ふざけんな、急いで来たんだぞ俺。なんだおい、二度と来んなよもう。二度と来んなじゃないよ、石橋君呼べ。けいよけいよ陸の王者けいよ。やっぱり龍蔵君がもう少し何、慶応義塾高校が優勝したってことをいろいろリサーチしていろいろ出だし入れてきてるかなと思ったら、そうですね、言葉他やってなかった。ちょっと違ってましたね、今年のうちは石橋さんが茶番やらずに、しこたま早くゴールしちゃうっていうのがまず第一のうち、はい、原田さんが来る前にゴールしちゃうんですよね。フェイスメーカーが、はい、世界陸上を過ぎてレースが早まっちゃうっていう、はい、その都度殴られるっていうルーで、サライから応援歌にフェードインしていく歌のちょっとリズム悪かったですね。悪かったですね。それとテイクワンは最悪でした、ね、最悪でした、はい、テイクワンも使いようないです、ね、ないですよね。いやいやいや、テイクワン見てみます一回。